ゆうすけです。始まりました、上地ゆうすけの YouTube チャンネル。今日はですね、前回、グローブ紹介をさせていただきましたけれども、まあ、ミットやグローブを紹介させていただきましたが、その時にちょろっと下の方で映っていたバットの方も今日は紹介していきたいと思います。そう、僕のお宝バット編。それでは早速1本目紹介したいと思います。まずはこちら、じゃじゃんじゃじゃん、バント。これはですね、松坂大輔背番号18、この背番号と一緒ですね。そう、松坂大輔選手のバットでございます。ピンクで可愛い。基本的には、今入っている球団が、松坂選手は西武ライオンズという球団に入っているんですけれども、パリーグという DH 制と言いまして、野球に詳しくない方もいらっしゃると思いますが、 DH 制では基本的にピッチャーはバッティングをしないわけですね。そのピッチャーの代わりに誰か打つすごくスペシャリストがそこの打席に入るというシステムになってるんですけれども、松坂選手は最初に入った球団が、西武ライオンズ で、その後にメジャーに行ったんですが、メジャーでもあまり打つ機会がなかったんです。だけど松坂選手はですね、横浜高校時代4番を打っていたぐらいバッティングがすごく定評がありまして、あのバッティングもすごい好きな選手なんですね。まあ、メジャーリーグでも打つ機会が少なくても、パリーグ時代の時からバッティング練習がすごい好きで、セパ交流戦や日本シリーズの時に打つ可能性もあるということでバッティング練習もしていたという、このバット、基本的にはバッティングチャンスがないピッチャーがバッティング大好きで練習していたという松坂大輔選手のバットでした。続きまして、こちら、ダダン。ここにもサインが入っているんですけれども、こちらは、筒香嘉智選手のバットです。使っていたバットなんですけれども、僕が、何年前かな、神宮球場に、横浜ベイスターズ対、ヤクルトスワローズの試合を見に行った時に、筒香選手がわざわざ準備してくれて、先輩にどうぞと託してくれたバットでございます。まあ、日本を誇るスラッガー、左で、まあ言ってみたら浜のゴジラみたいな長距離砲でチームを代表する選手ではあったんですけれども、今年メジャーで活躍を誓ってメジャーリーガーとして頑張っている選手が筒香嘉智選手で、横浜高校のまあかぶってはないんですけれども後輩であります。そのバット頑張れ筒香。さあ、そして力、すごく厳重に使ってたって感じするでしょ。厳重にこう保管されているこのバットは、なんとメジャーリーガーで、僕がもう高校時代の時からめちゃくちゃ有名だったケン・グリフィー・ジュニアというすごいバッターがいたんですが、その選手が使っていたサイン入りバットでございます。これプレゼントでもらったんですね。めちゃくちゃ嬉しかったです。ケン・グリフィー・ジュニア、メジャーリーガーを代表するもう憧れの選手です。左でもうこんなになってバコーンみたいな。多分ですね、このケン・グリフィー・ジュニアはアメリカの迷宮界的なところにも入っているもう超有名な選手で、ちょうど出前が来ました。腹減っちゃったんで食いたいと思います。このケン・グリフィー・ジュニアというのは、まあ、メジャーリーガーで超有名な、まあ、殿堂入りしている選手です。ウーバーイーツです。お父さんも有名な選手だったんですが、親子2代でもうめちゃくちゃメジャーリーグを代表するようなメジャーリーガーです。殿堂入りして、マリナーズでイチロー選手とも一緒にプレーをした選手でございます。もう知る人ぞ知る、もう野球好きなら絶対知っているケン・グリフィー・ジュニア選手が使っていたガチバット。そして最後、誰のサインだ。これ長嶋茂雄さんのサイン入りバットでございます。もう言ったら日本を代表するザ・野球人、まあ、もちろん王貞治さんや亡くなられた野村克也さんや、球界には名だたる名選手が、まあ、イチローさんやら松井秀喜さんやらたくさん有名な大尊敬する先輩たちが、もちろん後輩にもたくさんいるんですけれども、長嶋茂雄って書いてある、これ王っていうのはユースケの、あの上地ユースケの雄って、あの英雄の雄っていう字なんですけど、これ違ったらどうしよう。でも間違いないと思います。あの、一応ネットでもう調べてサインを見たら、もう同じような、これでも逆にま、すっごい似せて真似して
書いてたらどうしよう。でも間違いないです、俺は間違いないと思っている。だから大切にずっと保管してあるミスターが一生懸命気持ちを込めて書いたサインだと信じて、僕はしっかり受け止めてこれからも精進していきたいと思います。カットバスユースケ、いつもライブの時皆さんの声ありがとうございます。まだ一度も来たことない人は何のこっちゃわからないかもしれませんが、いつも僕のライブが始まる前に、幕が開く前に客席からカットバスユースケっていう声をいただいてからライブが始まるんです。だから改めてこのバットをこう握りしめて、この感触を忘れずにこれからもカットバしていきたいと思います。